なんかすごいマシンがある。今回ルイジーを使っていこう。このねニトログランプリのフラワーカップやっていきます。悪いジピンボールとかあるね。三三砂漠ですね。8デラックスにも出てたかな。いやちょっと違うか、ウィーか。あ、前の最後のロケットスタートのやり方はちょっと勉強しました。こんな感じです。でもわからんか。2がね消えて1になるときやな。あ、ちょっと待って、また新しいカスタマイズ使ったから難しい。これこっち通れるのか。なんか膨らむんだねこのカートは。全然違う。ほらほら、ドリフトしたときに膨らむから、これもちょっと慣らしていかんやけんな、覚えて。この急カーブとかどうなる。これさ、もう特定のカスタマイズで走った方がいいかもしれんな。毎回毎回このカスタマイズの性能勉強して走るって結構むずいぞこれ。まあ実況だからさ、いろんなカスタマイズで走った方が楽しいといえば楽しいかもしれないけど、膨らむんですよねこれ結構。これどうやってやればいいんだろうね。青出せばいいんかな、普通に青だけ。こんな感じで砂場掃除してましたわ。はい。まあただプレイした見た感じやからな。ほらほら、これただこうやって青を出すためにもこうやってめちゃめちゃこんな感じでなるんだよね。これまっすぐいった方がいいな、キノコの。キノコ持っとこう。ラム。ハンドリング性能とか、あ、名前変えましたよ、ちゃんと。前の動画見てくれたらわかると思うけど。ルイジーを救いたい。ブレーキドリフトはできないと。緑コーラとかめっちゃ進んでくるの遅いね。ブレーキドリフトしようと思ったらブレーキになっちゃった。これキノコが欲しい。これ案外ドリフトしない方が早いかもしれない、こうやって。ドリフトしないという。これはドリフトしない方がいいな。まあ、した方が早いと思うけど、1位嫌やな。トゲとか来そうやな。まあ、最初は1位でゴールできたけど。前回、数年ぶりにやったら E ランクでした。今回は、どのランクを取れるでしょうか。モンテタウン。これも、ウィーのね、コースですね。あ、なるほど。上がレトロってこと。あ、ごめん。ロケットスタートミスった。おお、ミスっても大丈夫だ。タイミングミスったんだけどな。こうやって、ドリフト。ここやったらドリフトしやすいか。砂漠になってるか。これ案外、これ出さん方がええんかな。いや、出した方がええな。この、おお、うまいね。今度はちょっと左に行ってみるか。さあ、みんな、あなたたちを掃除しますよ。これなんかキノコで左行ってから、バーンってできるんだよな。ウィーと DS ってどっちが早く出たんだろう。あ、キノコ。あ、キノコ拾い食いしたかった。クッパはガードしてないか。投げとく。ボムもある。いや、でも怖いんだよ、あれが。普通に。トゲが。もうちょっとしてからに決めるか。なになに、この音。うんとくとく、うんとくとくって言ってるけど、何なんだろう。投げとく。え、防がれた？次は左行ってみるか。あんま変わらんと思う。ボムは置くもの。OK、当たった。クッパもこっち行ってる。前の方が早いな。ほらほら、トゲ来た。これ左ちょっとキノコがあるとき行ってみよっか。キノコ出んかな。はい、デスコーン。当たる？当たった。いやー、楽しいな。あ、キノコ。まだ残ってた、拾い食い。ジャンプアクションとかできねえな。この辺で投げとったらゆっくり下行くんやない。あ、防げんのか、この2サイテンボックス。テレサ、テレサ。テレサ何個出るんや。てか、下画面見る余裕ねえな。てか、このカートは、どういうことか、むずい。あ、キノコ落ちてる。ああ、避けてしまった、自ら。自ら避けるというプライング。この辺もなんか、いっぱいあるね、ドアとか、家とか。あ、実況的に、ちょっと実況的にキノコないけど、行きますわ。あ、行きますわって言って。ミスってる。ここ、ここ。ここ、ここ、右行けるんですよ、ここ。キノコないけどな。実況だから私は無理やり行きました。当てとこう。よしよし。じゃあ、なんか簡単じゃねえ、今回。わー、ちょっと待ってくれ。おー、いいね。ナイス。これがね、サンダーで軽減をしました。あ、なんかいい感じにピーチが入ったから、
今回総合1位になれそうだの。最後遅すぎだろ49秒って。悪いジピンボール、走れる気がしないんだけど。お、スロットも回ってる。こんな感じなんだね。なんかマリオカートなんだであんまり見てなかったからな、こういう詳しいやつ。あ、ちょっと遅かったな。いやー、でもここ無敵なのかな、この期間は。どうなんだろう。うわー、もう絶対この掃除機使ってやんないからな。マシンの制御するという。ちょっと後でタイムアタックワルピンやってみようかな。あの普通のなんて言うんだろう、カスタマイズというか、はよエッグ出てくれ、ほんとカロンエッグ。どうやったら出てくるんだろう、条件がわからん。あもうめちゃめちゃ大丈夫、今めっちゃ折れてたぞ、折れてたというか。うわー、全然ダメだこれ、全然。ちょっとハンドリング性能見てみよう、このマシンの後で終わった後。まあ録画を見直してもいいけど。あ、ここ、え、ここアイテムあったっけ。ないよな、DS だけか。これこの後使うか。いや、この後使ったら地獄になりそうやな。曲がれるかな、ここでパワフル。使ってもいいけど。曲がれんかったらあれやけど。一回やって。いやー、これパワフル。あんまり美味しくねえな。もっと早く使っとけばよかったな。むずっ。あ、実況的にピンボールにも当たってみた方がええかな。普通に。あの、こんな感じでしたって。でもコンピューターが一回当たったからええよな。あ、トゲ来てる、トゲ。トゲ譲ろう。譲ったのに。ちょっと遅かったか。もうコンピューターだからトゲ譲り余裕なんだけど。真ん中にあれがあったっていうの分かった。横はある、これ。横。横ないこれ。横横。あ、横入るとかあるけど、アイテムボックスがなくなってるのか。あの、真ん中に来てるって感じか。なるほど。はい。ピージ元気。いやー、ブレーキドリフトが癖になる。全然ダメ。ここ当ててみる。どんな、あ、ダメだ。ここ当てちゃダメだ。当たらんわ。いやー、いいね。景色が見えるわ、よく。よしよし。ラストラップ。これみんなとやったら絶対勝てる気がせんわ。は、全然慣れませんな。まあ、取り直しはしませんよ。酔うなぁと、ちょっとだけ。あ、最後に使うか。うわ、うわ、ちょっと待って、スターで来てるよ、悪い字が。引かれんようにせんやけ。ボムか。いやー、投げる、投げてみる。いやー、自分に当たりそうで怖い。インにボムあるよ。おー、いいね、みんなクラッシュしたわ。いいね、ゴール。一応最後のボム良かったんかもしれんな。さあ、今回の結果はどんな感じでしょうか。全然できてなかったけど、ドリフトとか。あ、まだあった。最終レースかと思った。ごめん、咳しちゃった。カット。カットできてなかったらごめん。でも何このコース。いやー、悪いジピンボール 3DS やったら最後の4レース目やからさ、もう終わりかと思ってたわ。意外と長いな、今回。いや、何このコース、楽しいぞ。まだリメイクされてないのかな、これ。レトロコースっていうことは、どっかであったコースなんやろな、これ。ちょっと危ね、危ね。危ね、危ねえよ。なんか、キノピオハイウェイも難しかったよな、あの、64の。何これ、わかんないから、ショートカットとかわかんないんだけど、危ねえ。あ、これなんかできそうだね、左のところ、キノコで。アイテム交換しとって。カチャーン。おっ、びっくりした。ミサイル、あ、ちょっと待って。落ちたら終わるな。あ、うまいな、お前。卵の扱い方でもなく、甲羅の扱い方もうまいのか。あ、こうやってうまい、あの、面白いギミックだね、こうやって。一緒にアイテムボックスが走ってるって。意外と長えな、このコース。覚えられんぞ、一回じゃ。アイテム取ってる。このアイテム取りなかったけど。はぁ。怖っ。あ、意外とドリフトできるようになってきた。うん。ちょっと、オーバーしても大丈夫やな。この辺が多分左で、キノコでショートカットいける感じかな。全然紹介できてないけどな。あ、いいよいいよ。この、
正直案外やれるぞここで。お、やれるやれる。あー危ね。あ、ちょっと装備しとこまだな。ちょっと危ね。来てくれトゲ。楽しいな。でもまあ一周が長いけどな。すごく43って書いてある。43秒かかってる。もう私が遅いだけかもしれないけど、まあ確かに遅いな。キノコ封じとくか。トゲ回避したいな、マジで。トゲ回避のタイミングと同じかな。お腹が見えた時かな。追いつかないといけないな、まず。いや、追いつけないな、これは。追いつけないから交換したかったけど、交換できなかった。危ない危ない、車が。あー、アイテム取んな。なんでピーチと、クッパ、イチャイチャしてんだよ。ほんと。カップルか。お、引かれてる。うわー、落ちちゃったエッジゲーム復帰遅い。あー、出ないよ、エッジゲームダッシュが。落ちると終わるな、これ。落ちんように気をつけない。よし、最後クッパ待っててくれたわ、ありがとう。まあなんとか1位にはなれたな。さあ今回の表彰台の結果は、こうカットしてもいいかな。 A を押したらこんな感じでできるから。 D ランクまで上がれた結構長かったね今回。で、コース出てんのこれで。ちょっと見てみるか。さっきのカスタマイズ、ハンドリング性能が良すぎるってことこれ。ドリフト性能が悪いってこと。どうなんだろう。アイテムって何かな下の。アイテムレア度とか変わんの。てかこれ出ないじゃん次。どうやったら出すのこれ。ちょ、裏でこれランク上げとった方がいい。ちょっと調べるか。3つ目が出ないから。ちょっと今一番良さそうな感じのカロンのこの、なんていうんだ、戦車で走ってみるか。パワフル出たの強っ。ちょっとね、このカロンの戦車でちょっと走ってみようと思ってからね、ちょっとやっと慣れてきましたよこんな感じでまあちょっと後半までカットしましょうかねこれは。あー、取られた。私がやりたかったのを見せましょう。こっちですよ、こっち。で、ここで、なんか、あー、こっちに行けるってことか。なんか、ウィーみたいなやつはできんのか。なんてかー今の見た？一応、録画はしてるんだけどね。まあ、ちょっとずつね、名場面だけをこんな感じで繋げる感じにしておきます。なんでやねん、いっぱい装備してただろう。なんでこのゲーム横から当たんの。びっくりしたわ。ほんと。どっから飛んできた。後ろの方からか。ここね、走りやすいよ、すごく。なんでやねん、これ自分の仕掛けたミサイテンボックスやったわ。アイテム交換しようかと思ったら、びっくりしちゃった。